ちは、並根律です。今日は春日部駅付近連続立体交差事業の取材をいたします。ただいま大宮駅にいますが、運よく8000系が停車していますね。登場は1963年で終駅60周年を迎えているようです。通称東武の名別名とも言われてますね。それでは鉄道工事区間を車窓をお送りいたします。まもなく発車します。岩槻春日部の順に止まります。ご乗車ありがとうございます。春日部市柏方面、急行船橋行きです。降りの際、落とし物を忘れ物ないようお気をつけください。この先、岩槻春日部の順に停まります。春日部運河間各駅に停まり、流れ山、大高の森、柏、高柳、新花屋、周辺、船橋の順に停まります。この先は高速地の停車とします。次の岩槻12時22分です。春日部12時29分、川間12時40分、野田市12時50分、流山大高の森13時2分、柏13時7分、新川谷13時23分、終点船橋13時32分、終点船橋は1時32分の到着予定です。東武鉄道では各輸送の安全強化を実施しています。本社から降りましたら危ないですから、本社から離れ移動点字ブロックより下がってお行きください。事故防止にご協力をお願いいたします。次は岩槻に停まります。本通過した芝川橋梁は2020年1月31日に新しい橋に切り替えられました。
通過になりましたと言っておりませんから、この後は電車出しないで、電車に行くのを車内に、この下は問題待ちなので、まもなく待ちになります。降りのお客様が落とし物を忘れ物のないよう荷物を手前に引いてしまってください。カスカレから先、運河まで各駅に止まります。北千住浅草は東武動物公園方面、ご利用のお客様は乗り換えです。各駅停車中目黒行き35件、急行中央2階行き39件です。橋渡りまして1番線でお待ちください。空港南車市行き36分、各駅停車東武動物公園行き40分、急行久喜行き46分です。同じ場所当たりまして3番線4番線でお待ちください。まもなく春日部です。7番線に着きます。堀口右側です。
島です。グリーンチー左側です。こちらは西島です。富士の牛島駅で下車いたします。下車は初めてで、駅前は閑静な住宅街です。東武野田線に残された単線区間は春日部運河間です。駅名らしくベンチの上には藤の木が植樹されています。直射日光が強い夏には重宝するでしょうね。それでは藤の牛島駅の列車交換をご覧ください。
今年度は伊勢崎線上り仮ホームの建設が進められています。東口は仮駅舎に切り替わっています。黒の建物がかっこいいですね。あと8年間お世話になります。それでは東側を歩いてみましょう。現地稼働入り口は仮上り線と干渉するため、新しい入り口を建設中です。私が食べたインド料理店もあります。ぜひ食べてきてください。呉新でおなじみのデパートがあります。早速入ってみましょう。ここは交通渋滞が慢性化している伊勢崎線第124号踏切です。映像の通り渋滞は環境問題ですね。おとといデビューしたスペーシア X に出会いました。
春日部駅を一周してきました。これで春日部駅連続立体交差事業の動画を終わりにします。